こんにちは、パタヤチャンネルです今回はめったに行かないファストフードピザカンパニーの方に行ってきましたのでそちらの方をご紹介したいと思いますチェーン店ですので結構どこにもあるんですけれども今回行きましたのはしょっちゅう行ってますスーパーマーケットのテスコロータスの2階にあるお店になります場所としましてはスクンビットとテパシットの交差点の大きなテスコロータスになります その2階にですねエスカレーターで上がっていきまして正面にあるお店に行ってきましためったに来ないんですけれども今回はですねタイ人の友達のリクエストで急遽こちらの方で食事することになりましたタイ人はチーズがあんまり好きじゃないと思っている方は結構いらっしゃると思うんですけれども最近のですね若い子たちはあんまり気にせずチーズも食べるということで だいぶ食べ物も国際化してきてるんじゃないかなと思いますもちろんですね日本食も皆さん食べる人多いですし刺身もですね全然気にせず食べる人も多いので、まあ、チーズも結構好きな人が増えてきてます僕自身もですねイタリアンのお店はたまに行くんですけれどもこういった形のですねピザカンパニーとかピザハット的なお店に行くことはめったにないのですごく新鮮な感じでした で今見ていただいてます映像の方は閉店間近に撮った映像になりますのであんまりお客さんは映ってないんですけれども僕らが入店した7時過ぎぐらいにはですねだいたい半分ぐらいのお客さんの入りでまあなかなか人気のお店なんじゃないかなと思います今の時期だけだと思うんですけれども消毒したテーブルにはですねちゃんとこういった札が置いてありました やはりですね、パスタということで、まあ、イタリアにまつわる絵だとかですね、写真とかが壁に貼ってありまして、まあ、雰囲気はイタリアという感じを出してるんじゃないかなと思いますキッチンも中を覗ける感じになってましてこの真正面でパスタを作ってましたでまず飲み物から注文しようと思ったんですけれども当然 アルコールが欲しいなと思ったんですけれどもこちらの方ではですねもう一択でした99バーツのチャンビールの小さいボトルのみということで、まあ、ちょっと高いかなとは思ったんですけれどももう洗濯の余地がないのでこちらの方注文しましたこちらの方ですねピザカンパニーというぐらいなのでピザがメインにはなるんですけれどもサイドメニューもいろいろとありましてせっかくビールを頼みましたので、まあ、今回は最初 つまみ的なものを3品頼んで,で後半にです、ね、ピザとかあとパスタもありましたのでパスタを頼んでいこうかなという感じになりましたまずフィッシュフィンガーズというです、ね、白身魚のスティック型のフライになるんですけれどもこちらオーストラリアにいる時によく食べてたものになるんですけれども、まあ、久々に食べてすごく美味しかったんですけれどもこちら4本入りで79バーツということで、まあ、ちょっと高いかなと思いました 続いてベイクドスピナッチということでほうれん草のオーブン焼きみたいな感じになるんですけれども上にチーズが乗ってあってこんがり焼いてあったのですごく美味しかったんですけれどもサイズがちっちゃい割には199バーツとちょっと高めかなと思いましたで3つ目なんですけれどもバーベキューチキンウィングスということで10ピースで219バーツのものを注文しました こちらの方はですね結構甘口でテリヤキソースみたいな感じになってたんですけれども、まあ、これもですね219バツということで、まあ、どれもですねタイの物価からするとなかなかいいお値段する、まあ、サイドメニューなんじゃないかなと思います味の方はどれもすごく美味しかったですあとタイのですねピザ屋さんタバスコがテーブルに置いてないことがあるんですけれども結構な確率でスタッフに行ったら持ってきてもらえます で今回ですね来てすごくお得だなぁと思ったのがこちらのですねセットメニューになります4人用のセットのものが通常835バーツのものが499バーツになったりですねあと34人分の616バーツの方が399バーツになったりとめちゃめちゃお得なですね料金設定になっているので 単品で頼みますとちょっと割高かなと思ったものもですねこのセットで買ったらかなりお値打ちでお得なんじゃないかなと思います今回は人数が結構多かったのでいろいろと注文したんですけれどもまず最初に注文したのがこちらのセットになります616バーツ分が399バーツで食べれるというものになるんですけれどもまず先ほども注文しましたバーベキューチキンに あとチキンポップというですねちっちゃい唐揚げみたいなものにあとスパゲティが1つつきますスパゲティも何種類かの中から選ぶことができるんですけれども今回注文しましたのはタイ風のソーセージスパゲティになりますこれに M サイズのピザがつくというですね結構大盛りなプランになりますピザの方はサイズが SML S と3種類あるんですけれども先ほど見ていただいたのが M サイズなんですけれども思ったよりもちっちゃいなという印象でした一番お値打ちなピザがクラシックというピザになるんですけれどもこちらのタイの方はですねクリスピーピザよりも普通のパンピザの方がちょっと割高となってますこちらクラシックの料金表になるんですけれども パンピザの L サイズが419バーツでクリスピーのですね L サイズが389バーツということで30バーツの違いになります M サイズだとですねこれが40バーツの違いとなっておりますそしてこちらの料金表の方がプレミアムになるんですけれどもだいたいたですねクラシックよりも40バーツ上乗せされた金額になっております そして一番高いスーパープレミアムというものがあるんですけどもこちらの方はプレミアムよりもだいたい60バーツぐらい割高になってますピザも何枚か注文しましてで写真も撮ってはみたんですけれども後でですね写真動画を見返した時にどれがどれだかさっぱりよく分かりませんでしたのでまあとりあえずこういったピザが出ましたよというのとあとタイ人のですね友達たちはみんな クリスピーよりもパン生地が好きだったようで全てですねパンピザで頼んでましたあとですねベジタリアンのメニューもありましてピザとパスタになるんですけれどもこちらの方ですねお肉を一切使ってないものになります今回はこの中からですねピザを2種類オーダーしましてまずガーリックとほうれん草とコーンのピザ1つとあとですねマッシュルームトマトというですね このです、ね、マッシュルームトマトだけです、ね、唯一クリスピーのピザにしましたでこのクリスピーのピザがです、ねまあ、その名の通りで本当にクリスピーな感じで硬くてです、ねまあ、味は美味しかったんですけれども結構食べづらくて大変でしたそれ以外のメニューではパスタも結構種類がたくさんありましてどれもです、ね、120バーツ前後と、まあ、意外とです、ね、ピザと比べたらお値打ちな料金設定になっています それと今回はオーダーしなかったんですけれどもサラダとかもですねありましてでお子様メニューだとかあとデザートとかもいろいろありますのでまう、あ、ホにですねファミレスみたいな感じで利用できるんじゃないかなと思います今回はファストフードのですねピザカンパニーのご紹介をさせていただきましたタイの友達がですねピザ食べたいとかという話になった時ですね本格的なイタリアンに連れていくよりはですね、まあ、こういったファストフードの ピザ屋さんに連れてきた方がセットメニューとかあれば安上がりですし味付けもですね、結構タイ人向けに作ってあるメニューが多いんじゃないかなと思いました意外にですね、ピザ食べたいとかっていうタイの友達とかいたりすると思いますのでぜひそういった時のですね、参考にしていただければと思います本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました是非チャンネル登録よろしくお願いします